Hello everyone and welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです。今日はですね、以前インスタの方でもお伝えしたんですけども、こちら6プラスさんからいただいた、11本、セットのエレガンスシリーズの11本セットと7本セットの2つ、こちらをご紹介したいと思います。で、こちらついてからですね、洗ってまだ1回も使ったことがないので、今日それを使いながらメイクしていきたいと思います。で、まずはですね、7本セットの方、こういったブラウンのポーチにちゃんと入るサイズなんですけども、はい、こんな感じで、アイメイク用のブラシが7本入っています。でですね、こちらと11本セットの方、こちらはね、フェイス用のブラシが、5本と5本だね。そう。5本と、アイメイク用のブラシが6本入ってるんですけども、このアイメイク用のやつがね、さっきのアイメイク用の7本セットと被っているものがほとんどなので、同時に、こちらをメインに使うと全部紹介できるかなと思います。こんな感じで、こっちがアイメイク用で、こっちが、11本の方のアイメイクのやつなんですけども、白のここら辺のやつとかはね、同じやつが入ってます。変わってるのはこれ、アイメイクの方にはこちらの一番大きいアイシャドウブラシとこちらのアングルブラシが入ってるっていうのが違うのと、大きい11本セットの方にはですね、こちら、これがね、ちょっとわかるかな、ここにね、切り込みが入ってるので、これはね、なんかこのブレンディングブラシとして使うといいって書いてました。見た時に私がすごく気に入りそうだなと思ったのがこの3本ね、このちっちゃめのフラットなブラシとこのちっちゃめのブレンディングブラシと一番小さいこの細いブラシね、これはね、私違うエルフのやつで使ってて、とってもこの下のところにね、殻を入れるのとか重宝するので、これは気に入っています。なのでこれも使いやすいんじゃないかなと思ってます。ファンデーションなんですけども、こちらね、これ楽しみだったの。これファンデーションブラシで F の27番って言ってね、今まで使ってた歌舞伎ブラシよりかなり短いので密度がかなり濃いです。で、全てのメイクブラシはナイロン製って書いてました。で、今日は久しぶりに、ネイキッドスキン、アーバンディケイドのネイキッドスキンの 3.25 番を使おうと思います。かなり弾力のあるブラシです。ちょっと固めね。もうリキッドだけじゃなくて、クリームタイプのやつとかも伸ばしやすいかも。こういったニキビ跡とか、ちょっとカバー力を上げたいときにはくるくるやるんじゃなくてポンポンポンってやった方がいいかも。はい、で、コンシーラーもネイキッドスキンの、ライトボーム、これを、大きめのこういうブラシでもいいし手でもいいんだけど、ちょっと寄ろうかな。で、あとはこう指の温度でこの際を、際というか端っこをなじませます。あまりやると取れちゃうけどね。その上からフェイスパウダー、いつものキコのレディエントフュージョンベイクトパウダーの02番、あれ番号がもう消えちゃってる02番だったはず。これをフェイスパウダーブラシ、アングルドパウダーブラシ F26 番、こちらを使いたいと思います。アングルなのでフェイスパウダーだけじゃなくて、チークとかブロンザーとかもこういう感じでね、入れやすいと思う。
できました。とってもね、あの柔らかいです、毛並みがね。で、そこからですね、どうしようかな、次は眉いってみようか。眉はカラーポップのやつを今日は使います。はい、ではアイメイクの方行きたいと思います。アイメイクはちょっといろいろ使いたいから、いろんなカラーを混ぜようかな。はい、ではですね、1色目はあのさっきコンシーラーで使った E40 番ビッグアイシャドウブラシは、あの2つともどっちのセットにも入っているので、こちらでメイクアップギークからのピーチスムージーを全体に塗りたいと思います。こういう広範囲で塗るときはこういう大ぶりなアイシャドウブラシが時短になるので好きです。これかなりしっかりしたブラシ、なんかこれ下にも塗ろうかな。なんかだいぶ明るい。はい、でその後にまたメイクアップギークからのチカディというこのちょっと変わったオレンジのようなイエローのようなこちらをですね、これも両方に入ってる E の43番、あの私が好きだろうって言っていた小ぶりのブレンディングブラシね、これをですね、この外側からこうクリスがあってほしいところ、これもちょっと下の外側に入れようかな。前ベルギーじゃないや、ドイツでなんかみんなからのリクエストでインスタライブでメイクを一回やったんだけど、あの濃いめのやつでね、この時に確かブルーを使ったのよね。で意外とそれができたので今日もそれをやろうかな。はい、これも E の41番で両方ともに入っているこのフラットな、まあ一番よく使うであろうブラシね、これでカラーポップからの2ピースというかなり鮮やかなブルーを、これを真ん中から黄色とあの下のチカリーと一緒になって、ちょっとブルーグリーンというかティールっぽいカラーになります。私は奥二重なのでちょっと二重よりも上の幅よりも上に青を乗せてます。そうじゃないと見えないからね。そしてこれはあのフェイスブラシと一緒のセットの方にしか入ってないんだけど、さっき言ったこの側面もちょっと切り込みが入っているっていう、まあブレンディングブラシみたいに使えるっていうので何もついていない感じでそのままちょっとブルーとオレンジの境目をブレンドしたいと思います。もう本当どのブラシも全然痛くなくって、 毛がちょっと長いやつは柔らかめなのでこういうブレンドしやすいと思います。ちょっと黄色足そうかな。ちょっとチカリーを同じブラシにとってちょっと上の方に足します。
なんかすごいね、すごいメイクになってきた。で、さっきも言った、これも両方にも入っている E の45番。この E45 番、ちっちゃいブラシを使ってですね。何色にしようかな。カラーポップのフェダーズっていう焦げ茶色マットなんだけどね。こちらでちょっと下の際を塗ろうかな。もう本当にまつげの間埋める感じになるけど、このブラシはあのジェルライナーとかにもいいと思う。かなり薄いしね。でまた最近ジェルライナー全然使わなくなっちゃったので、最近はこうやってアイシャドウを下に塗るときによく使ってます。もう一本それが同じブラシがあるので、カラーポップのレディオヨット、このシマなカラーを先に取ってハイライト、まあ別にペンシルブラシとかでもいいんだけどね。はい、今でこんな感じなんですけども、アイラインとマスカラは本当にいつもと一緒なのでやってから戻ってきます。はい、アイラインとマスカラ終わりました。ではですね、チークの方行きたいと思います。もうこれは全部あの11本セットの方になるんですけども、ちょっと小ぶりのね、チークブラシとこのファンブラシも入っているので、今日はこちらキコで買った、スマートカラーブラシの05番。よいしょ、ちょっと開けにくいんだよねこれ。はい、こちら可愛い色なんですけども、こちらをですねこの F28 番、これもね結構しっかりと弾力のある密度の濃い毛並みのブラシです。このキコのチークかなり発色がいいので、ほんと少しでもこんなに色が出ます。ファンブラシでカラーポップの、パディダウンっていう、よいしょ、パディダウンっていうハイライトを このファンブラシはまああの余分な粉を叩いたりするのにもいいって書いてあるんだけど、まあ、ちょっとハイライトするにはかなり柔らかいかなと。もうちょっとあの弾力がある方がつきやすいかなとは思います。なので私が前に持っていたやつがね、すごいこういう柔らかいやつでカラーポップで買ったのよね。だから弾力がありそうなやつを。ではまあこんな感じでふんわりと厚くので、はい、まあ、なのでこれぐらいの、これはね F の29番なんだけど、あのさっきのチークとは違って丸いのね。こういうのでやってもいいかなと思います。キコの813番、これちょっと古いやつなんだけど、なんか違うな、ヌード系の方がいいね。
なんか目がアイメイクがすっごいカラフルだから、クイッキーカラーポップのね、うん、これぐらいの方がいいかも。はい、どうでしょうか。こんなめくりになりました。ちょっとかなりカラフル、今日はちょっとトップスもねカラフルなんだけれども、今日はそのメイクというよりもこのメイクブラシね、このメイクブラシご紹介したくて、本当に先ほども言っていたんですけれども、あの毛が長いやつはかなり柔らかくて、短いやつはかなりしっかりとしています。弾力があります。で、全部全然肌に当たっても痛くないっていうのがやっぱり優れものかなと思います。で、このハンドルがね、15センチとかなんかそれぐらい、17センチとかぐらいなので、この専用のポーチにぴったりこう入って持ち運び、旅行とかにはいいんじゃないかなと思います。若干ね、今までのブラシって長いので20センチぐらいあったりするので、まあ、全部持っていくの大変なんだけど、こういう風にポーチに入ると楽だなと思います。本当にこの11本セットも7本セットも、まあアイメイクのブラシが欲しいんであれば、もうこの7本セットでも全然十分足りると思います。これあるだけで、アイメイクの幅も広がると思います。で、こちらあのフェイスブラシも入ったやつはですね、フェイスブラシが全然足りないなっていう方はぜひこちら、一緒に入っているアイメイク用のブラシもかなりこれ使えるやつのが厳選されて入っているので、とってもお得だと思います。あのブレンディングブラシも入っている、シェーダーブラシも入っているし、この小さく細かくね入れるやつも入っているので、でこれフェイスブラシもこんだけあると全部フェイスメイクアップはこれで出来上がるので、いいんじゃないかなと思います。全然痛くないし、まあナイロンなので早く乾くしね。まあもちろんこちら密度の高いこういうブラシは若干他のブラシよりは乾きは遅いんですけども、ちゃんとねこう頭を下にして水分中に入らないようにして、乾かすと、まあ2日あれば乾きますんで、ご心配なくって感じですね。はい、まあこのちょっと小ぶり、小さすぎると今度また持ちにくいし、ギュッとやってしまうとアイメイクもきつめに入れてしまうんですけども、いい長さで、長すぎず短すぎずっていう感じで、で旅行にはもってこいの長さなんじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらアイメイクのだけの7本セットも、こちらの11本セットの方も全部 Amazon の方で売られているようなので、リンクは下の方に貼っておきますので、もし興味ある方がいらっしゃいましたらそちらの方からご覧ください。はい、というわけで今回は6プラスさんからいただいたブラシのセット2セットをご紹介してみました。いかがだったでしょうか。ちょっといつもになくカラフルなメイクにはなっているんですけども、ドイツでやったメイクをちょっと再現してみました。はい、ではですね、まあ、次回ちょっとお気に入りの動画をまた作りたいなと思っているので、またよかったら見に来てください。 Alright, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!